ディエゴ・マティアス・ロドリゲスは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州、マルデル・プラタ出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。パネトリコス FC 所属。母国アルゼンチンの CA インデペンディエンテの、ユース出身。2009年には、U-20 アルゼンチン代表として、南米ユース選手権に出場し、特に、エクアドル戦ではチームを最終予選進出に導く、活躍を見せた。 2011年6月16日の CA 裏間、戦にて他のゴールキーパー陣の負傷もあり、トップでのデビューを果たした。その後出場を増やし、2014年からは PK キッカーも担当。そのためゴールキーパーにもかかわらず、インデペンディエンテではリーグ戦通算9得点を挙げている。2016年 CA ロサリオセントラルに完全一席。 2018年1月15日、J リーグジェフユナイテッド市原、千葉に期限付き遺跡で加入。高精度のキックや優れたセービングを生かし開幕から、第一次議計として活躍するも、佐藤優也らとのスタメン争いや、怪我の影響もあり、後半戦は出場を減らした。12月4日、千葉から期限付き遺跡期間満了が発表された。ありがとうございます。